はい、こんにちは、パセレイコです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。さて、今日は、2022年、ラッキーカラー、4つ目をご紹介でございます。イーイ。<laughs> 4つ目はですね、皆さん、なんと、イヤマブキ色でございます。黄色でもなく、オレンジでもなく、イヤマブキ色でございます。 で、えっ、ー、と、ワインレッドの時もすごい探すの大変だったんだけど、これもまた東京駅のね、台湾で探しました。でね、本当にね、パステル系のイエローとか、薄いイエローとかは結構あるんだけど、山吹色って本当になくて、めちゃめちゃ苦労しました。で、やっとのことで、似てるものをゲットしたのが、じゃーん、ちょっとこちらです。えっ、ー、とね、シュウウエムラさん。なんかもう何十年ぶりにシューウエムラ行ったっていう感じで行ってきたんだけど、開かない。 あ、あいた開いた開いた。この色でございます皆様。見えるかなこれ、でも、なんかお店の人に曰く山吹き色ではないって言われたのね。でもまあこれが一番近いということで、これにプラスちょっと薄めのオレンジをミックスしてメイクしていきたいなと思います。では早速メイクしていきましょう。はい、えー、アイメイクも全部ファンデーションも下地もつけてます。えー、ペイントポットもね、つけてる感じでいて、この、ちょっと見えるかなオレンジを 最初に塗っていきます。オレンジだよね。みんな、オレンジだよね。で、ここに、さっきの周江村さんのイエローを、結構ね、発色がね、薄いのね。なので、このオレンジと合わせて、どうちょっと画面だと動画だと、 イエローが強くなっちゃうかな。どう <laughs> どうヤホ <laughs> ーじゃないけど、どうしたらみんなにね、これを綺麗な色を伝わるかなと思って、仕上げていきます。はい、こんな感じにミックスして塗りました。ちょっとオレンジっぽいというか、黄色っぽいというか、で、ちょっと締めるように、上の部分を、あの、いつものアンインターラプテッドで、ちょっと鼻筋のところとか、この黄色とか、山吹色とかだけだと、ちょっと、 あのー、締まりがないので、締めたいと思います。キュッとね。で、え、アイライナーつけて仕上げていきます。はい、完成しました。イエーイどうですか皆さん、山吹色のアイメイクしてます。まあ、すごいこれもシンプルです。ベージュの時と同じでも、あのー、まあ、単色じゃなかったんだけど、ちょっと黄色とオレンジミックスして、ダーって塗ってみました。で、でも、 こういうメイクだったらみんなもすごい普段メイクにねしやすいと思うのでぜひチャレンジをしていただきたいなと思いますでさっき紹介したシュウエムラの、えー、アイシャドウと、えー、持ってたねあのオレンジをちょっとミックスしてこの山吹色を作ってみたんだけどちょっとプラスしてこの,あのルミコさん超汚いんだけど えー、RMK、ルミコさんのブランドからこういったね、ゴールドがね、出てたの、出てるのね。これもすごい古いので、今あるかどうかわからないんだけど、それをね、ちょっと指でポンポンって、ゴールドも乗せてみました。こんな感じで、えー、ゴールド、山向け色を,を、えー、使ったメイクをしてみました。皆さんも挑戦していただければなと思います。で、あの、リップはちょっとラブリーで。でね、本当はね、これね、この、マックの、 えー、ゴールドラメンを上からつけてます。うん、こんな感じでちょっとずつ <laughs>、あの、ラッキーカラーをプラスして楽しんでいただければなと思うので、で、今年1年、本当皆さんありがとうございました。あの、本当にもうスタートしたばっかりで、あの、不慣れなこともあって、見苦しいところもあったと思うんですけど、あの、本当ボスイレイコのチームに救われながら、また皆さん、視聴者の皆さんにね、あの、本当に、あの、温かい声をいただきながら、ここまで来ることできたので、ありがとうございました。来年もっともっと、あの、大きく成長できるように頑 頑張ってままいりますで共に皆さんと一緒に本当に笑えてねハッピーな一年であるようにまた笑い,を提供笑いを提供するわけじゃないんだけどあのそういった風にみんなの元気を 出してもらえる、あのー、動画をアップしていければなと思いますので、今年も本当に一年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では、あの、本当にもう寒いのでね、あの、体に気をつけて、またコロナもまだまだ油断できないので、気をつけながら、あのー、素敵なお正月を迎えていただければなと思います。では、皆さん本当にありがとうございました。では、次の動画、お楽しみに。ありがとうねー。ビーバー